赤タグとバリスティックの間みたいなイメージですかね。赤タグより強度があるということです。これは全部ですかね。これ非売品ですか？あ、最新出た新商品です。BA の DT で。BABP。出て、はい、DADT というニックスさんの新商品で、トートバッグ。こう、現場にもね、持っていけそうな感じのやつで、トートバッグとしても使えるし、こういう型からかけることもできますね。で、ここにワッペンを好きなのを貼れるという感じですね。さっき車にも置いてあったんですね。こんな商品もあります。で、ここは、あれですね、赤タグの商品です。軽量で。まあ、アンカーなタイプですね。すげえ。バリスティックではないですか？バリスティックまではいかない。はぁはぁはぁ。赤タグとバリスティックの間みたいなイメージですか？赤タグよりちょっと強いんですかね？強度が。じゃあこれがまだ発売されてないんですか？これが商品としてはまだ販売されてないんですけど、赤タグとバリスティックの真ん中、まあ真ん中というか、その、難しいですね。商品が出るということで、まあ赤タグより強度があるということです。この辺全部ですかね。あ、これは、あ、これも赤タグ。これは VS ストリッパーとかを入れるやつですね。あ、ほんで、さっきのカバンで言うと、これをつけれるんですね。先のカバンはこういうのを、だからこれは自分でベルクロを作ってね、名前とか好きにカスタムできるということです。ここの列全部そうですね。今後販売予定の赤タグと、なんていう名前かはまだわからないです。まあ、まだ商品名が、決まってないのかちょっとわからないのかあれなんですけど、また今後、交互期待ということで、はい。まあちょっとね、触った感じ、赤タグより強いなーっていう感じはしますね、確かに。はい。あ、で、これがね、ニックスさんの靴です。この、前社長に教えてもらったんですけど、なんて、あ、そうや、ビブラムという、山登りとかする人が足への負担をなくすための靴を安全靴に取り入れた。買ってますよね。ねえ。っていうビブラムで、赤と青と黄色と黒があります。黒ありましたっけ元から。新発売ですよね。この3つでしたよね、もともと。あ、で、黒はまだ発売はされてないんですね。でも今後出る予定と。かな。まあ、また社長に確認してください、誰か。はい。で、まあ、こう、ロゴとかがあって、この紐もこだわってますね。ニックスと書いてて。今日の展示会でもね、何人か入ってる方を見ました。で、この下の欄がバリスティックですね。これは発売されてるやつですね。発売されてるバリスティックです。袋、これは同じですよね。あ、ちゃうわ。チェーンタイプと、そのままのブラブラしないタイプと、補強されてるタイプと3種類があります。で、これがバリスティックのポーチですね。これもバリスティックですか？バリスティックってここ白かったでしたっけ？ですよね。あ、これが白に変わっていってるということですね。このタグが白くなっていってるみたいですね。で、ペンドラ。あ、こんな感じです。今、サイリーさんから教えてもらったんですけど、これは、ワイズファクトリーさんが、今日のにぎわい市の展示のために作った、これなんで片方短いんですかね？ここにいます。これは片方短いのはなんでですか？マイナス？ああ、番線締めたりするために、そもそもなってないんですよね。
や、普通は多分こうですよね。なんかそういうような気もするんですけど、まあ着ることもできるし番宣シムもできると。あ、ちょっと見てもらっていいですか。はい。あ、こういう感じで AYS Factory さんが作った今日のための1個しかない商品ですね。考案者はケンジさんと。切削スプレーなしでもステンレスの加工はしていただきます。こんな感じで。これはすごいですね。とりあえず面白くしたいです。電気屋を。